種の人はこっち。やっぱ、あの、日本語の人が、2つ、こっち。タツコちゃん、じゃあ、トランスレートしてくれ。みんな、よく頑張りました。ご苦労様でした。あの、1時から3時までの2アワーズやりますので、ね、あの、だけど、ケミスに非常に大事なのは、一つ、集中力があります。集中力。それで今日見てたんですけど、あのみんな終わったらお互いに仲間同士ベチャベチャベチャ喋ってる。で強い選手みんながこれからどんどん上手くなっていくごとに集中力も上がっていくと思います。だけど14歳の時になっても2時間はやっぱり集中力を保てるようにしてほしいと思います。なぜかというと明日から試合の人もいますけど、3セットをやると2アワーズかかります。だから2アワーズは少なくとも喋んないで1球ずつ集中して打てるようにこれから頑張ってほしいと思います。で集中力を持って練習やれば必ずみんなのテニスのレベルは上がると思います。だから明日の試合やる人、まあ残念ながら負けた人、これから練習する人いますけど、帰って練習に入ってもいいですね。もうそれで集中して練習してほしいと思います。で、明日から試合がある人いますよね。一試合とにかく試合中いろいろ頭に悩むことがいっぱいあります。相手のビヘビアに悩むこともある。相手の行動に悩むこともある。で自分の打ったショットが入らなくてイライラすることもある。だけど、いかにね、自分のテニスをやるか、自分のいいテニスをやるかというのに集中してほしいと思います。いかに自分のいいテニスができるかということに集中してほしい。それだけ、みんなに言って、僕の話は終わります。Thank you. Arigato.